すべてが MVP、日向坂46金村美久、横須賀での最高の3日間、ショットにファン歓喜、このオフ感めっちゃ好き。4月11日、日向坂46金村美久がインスタグラムを更新した。金村は、自身のインスタグラムアカウントにて、最高の3日間。振り返り、シャープ日向坂46シャープ5回目の日向祭シャープ横浜スタジアムとハッシュタグを添え、7月5日から7日に横浜スタジアムで開催されたグループのコンサートのオフショットを掲載。写真は、黒いジャンパーを着用した自身やメンバーの様子、ユニフォームの46という背番号を見せたバックショット、スタイとなるような白と黒の衣装を着用している姿などが公開されている。この投稿に対し、SNS では、写真素敵、すべてが MVP、美しい美しすぎる、アイドルすぎてオーラ放ってて可愛い、このオフ感めっちゃ好き、なんでそんなに可愛いんですか、などの反響があった。なお日向坂46は、7月5日に、斉藤京子卒業コンサート、7月6日から7日にグループのデビュー日、3月27日を記念して行われているライブ、5回目の日向祭を横浜スタジアムで開催した。